ハズム運動は、かつて存在していたシリア内戦における反体制派の連合組織。2014年のシリアで設立された、穏健な反体制派の連合組織。シリア大統領、バッシャール・アル・アサドを率いるバースト政権の打倒を掲げていた。有名無実化した自由シリア軍に代わる組織として、恩賢は、反体制派の諸勢力を結集させて作られた。 当初はアメリカなどから期待されており、優勢なシリア政府軍に対しても最新式の兵器が供給されれば、形勢逆転も可能という見方もあった。また、イスラム過激派と異なり、シリアのキリスト教徒をはじめとする宗教的少数派を保護することも期待されていた。2014年9月頃の戦闘員数は約1万5000人と見られていた。 シリア革命派戦線やシリア国民、連合参加組織などと並び、アイソルに対抗する組織として、アメリカから訓練や武器の提供を受けていた。2015年3月、イスラム過激派組織、アルヌスラ戦線に敗れ崩壊した。ハズム運動の崩壊は、アメリカの対シリア戦略が破綻したと受け止められた。 チュニジアで発生したアラブの春は2011年になるとシリアにも波及する。当初はデモが中心であったが、同年10月に政府軍から離反した軍人たちが自由シリア軍なる反体制組織を各地で結成すると暴力の応酬によって双方の死傷者は増え、事実上の内戦状態に陥った。しかし自由シリア軍は当初から司令部が乱立して、 統制を失い、2012年夏過ぎには、指揮、規律の低下により、人心の利反を招いた。そのため比較的指が高いイスラム過激派に、反対制派の主導権を奪われており、自由シリア軍にアサド政権を倒せる見込みはないと見られている。また、反体制派には、宗教的少数派を迫害する者もいたため、アメリカなどから懸念が高まっていた。 そこで2014年1月にシリア北部で欧米の支援を受けていた世俗派反政府勢力を再編してハズム運動が結成された。ハズム運動に参加した反体制派武装勢力は以下の通りである。2014年2月、アルカイダに忠誠を誓うアルヌスラ戦線やシャーム、自由人イスラム運動などとともにシャームの民の合同作戦指令室を立ち上げた。 2014年4月時点でアメリカとサウジアラビアは弾む運動に東大戦車ミサイルなどをトルコヨルダン経由で提供した。両国がシリアの反体制派に兵器を提供するのは初めてであるとされている。正規軍のように組織化されつつあると評価されたことやシリア政府軍の構成が強化されたことが武器が支援された理由であると報道された。 アイソルに対抗して結成された反体制派組織、シリア革命派戦線も、ハズム運動とは協力関係にあった。アイソルが台頭すると、アメリカはすでに武器の提供を受けていた、ハズム運動を含む、反体制派に、アイソル打倒の役割を負わせるようになった。またこの頃になると、欧米のスタンスは、アイソル打倒のための武器支援が、 アサド政権打倒につながれば良いというものに変化した。アメリカがアサド政権ではなくアイソルを攻撃対象とし、穏健な反体制派への支援を強化すると表明すると、ヌスラ戦線はそれまで手を結んでいた穏健な反体制派を攻撃し始めた。ヌスラ戦線がイスラム国を名乗るアイソルをライバルとみなし、アイソルと並ぶ力があることを誇示するために、 地域秩序の形成を目指していたことが背景にあるとされている。その結果、10月31日にシリア革命派戦線は最後の主要拠点やそのリーダーの故郷の街を奪われた。11月1日には弾む運動も戦略拠点から撤退した。ヌスラ戦線の兵士たちはツイッターでアメリカが弾む運動に供与した高性能な武器を手に入れたことをツイートした。 これにより、穏健な反対制派は安全地帯とトルコからの補給路を失い、アメリカの対シリア戦略は見直しを迫られた。2015年3月、アレッポ県ダーライザ一帯で活動していたハズム運動北部地区は、同県アターリブ一帯でヌスラ戦線に敗北し、ハズム運動からの離反を宣言した。同じ頃、インターネット上でハズム戦線の解散が宣言された。 残党は反体制派の連合組織、シャーム戦線へ合流するとされた。2015年末にアメリカなど各国情報機関は、ヌスラ戦線に粛清された、恩健な反体制派武装勢力を再編し、トルコアンタキアにある作戦指令室の参加団体で、解放軍という組織を立ち上げた。しかし、解放軍は2016年7月にヌスラ戦線に屈服し、 服従を誓った。ヌスラ戦線に支配されたイドリブ県の刑務所では政府支持者と並び弾む運動の支持者であるという理由で大勢の人々が投獄されている。存亡の危機に立たされた穏健な反体制派はイスラム過激派組織やクルド人民防衛軍と連携することで生き残りを図った。その結果、穏健な反体制派は周辺化し、 独立した主体としては事実上存在しなくなったとされる。ありがとうございます。